さんこんにちは。今日はスケオンの4インチのカーボンのパイプを溶接していきます。隙間がこれ今 2.4 ミリの棒を刺しているんですが、だいたい 3.3 ミリぐらい空いている状態で溶接をしていきます。これが 3.2 ミリ棒を刺しているんですが、少しだけゆとりがあるので多分 3.3 ミリぐらいかなと思います。いつも隙間4ミリぐらい空けている動画を開けているので、今回は 3.3 ミリぐらいの隙間でやっていきたいなと思います。板厚の方が6ミリです。また鉄も次回オールポジションで T の 1P と同じような溶接方法でやっていく動画も上げれたらなと思います。今回1層目は7番を使用して、このように小さく小刻みにローリングをしながら裏波を出していきます。で、今回ノズルは7番で、タングステンの長さがだいたい7ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。ルート面を狙わないといけないので、ある程度はタングステンの長さは出してください。それでは1層目の溶接を見ていきましょう。まず1層目は電流は今回110で、棒は 2.4 ミリを使用しています。4ミリ隙間を開けるときはだいたい 3.2 ミリの棒を使うのですが、今回は 3.3 ミリぐらいなので 2.4 ミリの棒を使用していきます。で、今回1層目のみ4つ割りで溶接をしていこうと思います。過去に紹介したこの動画では裏波の状態をお見せすることができなかったので、今回は裏波の状態も横からちゃんと見せれたらなと思います。一番一般的な裏波の出し方で今回はやっていきます。まず仮止めと同じ溶接ビードをつけて、そこから常に棒を供給した状態で進行していく方法で裏波を出しています。この方法でとりあえず気をつけることは、棒が途切れないようにすることです。棒が途切れてしまうと裏波の高さが不揃いになってしまうので、棒は常に途切れないようにしてください。で、ステンレスの場合は棒を入れなくても裏波は出てくれるのですが、カーボンは棒の送る量が裏波に変わると思ってもらえるといいかなと思います。なので棒を送れば送るほど裏波はどんどん出ますし、棒の量が少ないと逆に裏波は薄く仕上がります。なのでやはり裏波の高さは1ミリから2ミリぐらいは出したいと思うので、棒はある程度ずっと送っていくのを続けてください。この時になるべく常に一定量を送り続ければ高さの揃った綺麗な裏波が出やすいです。これがターンテーブルなどで回せて常に真下の状態で溶接ができるのであれば、 3.2 ミリの棒などを使用してつけたままの状態にしておいても棒を送らなくても裏波は綺麗に出ます。ただしこの真横などは棒をつけたままだと裏波が綺麗に出ないので、なるべく棒は送ってあげてください。なので4つ割りでやるときは棒はある程度しっかり送っていくのをイメージして溶接をしていってください。この方法で気をつけるのは棒が途切れないようにするということと、なるべく小刻みにあまり荒く行き過ぎずにローリングをして進行していくといいかなと思います。あまり荒くしすぎると棒が先どけしてしまったりして途切れやすくなってしまうので、このように小さく小刻みにローリングをしてみてください。で、ビード継ぎの方はこのようにビードの端の部分を少し炙ってから、しっかりとプールが真っ赤になってきて揺れ始めたら棒を入れて進行するようにしてください。そうすれば綺麗につながってくれます。今回板厚は6ミリなのですが、特に RT 検査があるようなものでも何でもないので、今回は3層で仕上げていきます。映像を見てもらえば分かる通り、棒が常にプールに入り続けているのが分かると思います。この状態が維持できていればカーボンは綺麗な裏波が簡単に出ます。ちなみにステンレスで隙間なしの裏波の出し方を紹介しましたが、あの方法と同じやり方をしてもらえばカーボンも隙間がなくても裏波は出すことができます。ただし
同じ板厚でもカーボンの方が少し炙らないといけないかなとは思います。ただもう隙間なしでやる人はあまりいないと思うので、隙間がなくても裏波が出るよということだけ知ってもらえればいいかなと思います。でこれが最終つなぎです。つながる少し前に棒を入れるのをやめて、キーホールを作りながら棒をちょんちょんと足していき、最後につながったところでも少し炙りながら棒をこのようにポトポトと垂らしていくと綺麗につながってくれます。これが1層目を終えたビード外観です。今回は4層仕上げではなく3層仕上げでいくので、2層目で面まで上げていきます。まだ溝が深いので2層目でしっかりと棒を送りながら面まで上げていこうと思います。はい、今回2層目は 3.2 ミリの棒を使用するということもあり、電流は少し高めで150で溶接をしていきます。で棒は 3.2 ミリを使用します。過去の動画でも何度も言っていますが、この中盛りの中間層の場合は溶け込みさえしっかりしていれば特に見た目は綺麗にする必要がないので、面まで上げるというだけのことを考えて溶接をしてみてください。ただしここで熱を入れすぎたりして酸化させてしまうと仕上げのビードに影響が出てしまうので、酸化などだけはしないように心がけて溶接をしていきましょう。今これはもう2層目で面まで上げたいので 3.2 ミリの棒を結構グイグイ送っています。また次回は初層から最終層まで全部を浮かしのウィービングでやるのなども動画を載せれたらなと思うので、その時は良ければ視聴してみてください。もう少しで2層目が終わります。これが2層目を終えたビード外観です。高さがほとんどパイプの面ぐらいまで上がっているので、あと1層で綺麗に仕上がると思います。ここでパイプの面よりもだいぶ低くなってしまった場合はもう1層持った方がいいと思います。なぜなら仕上げでたくさん棒を入れないといけなくなるので、なるべくパイプの面に近づくぐらいまで高さを膨らましてあげた方が最終ビードが溶接しやすいです。2層目はこのように少し粗めにローリングをして進行していきました。でこれが1層目を終えた裏波の状態です。今回4つ割りでやったのですが、やはり少し不揃いなところがあるのですが、そこはご了承ください。普通にこんな感じで出ていますと RT 検査の方は簡単に通ることができるので問題はないかなと思います。なるべく棒を途切れないようにするのと、一定量を送るというのを気をつければ一定の整ったビードができやすいです。それでは最終層を溶接していきます。今回電流が130アンペアで、棒は 3.2 ミリを使用していきます。完全にパイプの面まで上がっていれば 2.4 ミリの棒を使用するのですが、少し低かったので 3.2 ミリを僕は今回使用していきます。で1層目2層目3層目ともにタングステンの長さやノズルなどは変えていません。これはプールの真ん中に棒を置き、一定の振り幅でひたすら8の字を描いてローリングをして溶接をしていってます。この時に2層目の両端1ミリぐらいを越すイメージで振り幅を出しながらローリングをしていってます。カーボンとステンレスの仕上げの違いなんですが、ステンレスはプールが勝手に伸びていってくれるのですが、カーボンはその場にとどまりプールがあまり伸びないので、このように自分の手の動きだけで形を作っていかないといけないので、少し2番が整えづらいかなと個人的には思います。ステンレスだとプールが伸びてくれるので、その先で2番を揃わしていくイメージで普段ローリングをしているのですが、完全に手の動きが一緒じゃないとカーボンの場合は幅が綺麗に整わないイメージがあります。あとカーボンの場合は電流が低すぎると、いくらゆっくりローリングをしていても2番が少し整えづらいので、ある程度は電流を上げた方が綺麗な波がつきやすいかなと思います。あと
ノズルの方を普段どういうふうに使い分けているのですかという質問があったのですが、スケ160などのとても板厚が分厚いパイプをやるときなどは仕上げビードがどうしても幅がとても必要になると思うんですが、そういう時に10番などを使うと太い幅がしっかりと出せやすいので10番を使ったりします。13ミリの板厚のカーボンのパイプを溶接したことがあるのですが、貝先は両方とも30度で取っていたのでとても仕上げビードの幅を太くしないといけなかったのですが、2パスで行かずにその時も10番のノズルで一発でローリングをしてつけていました。で、4番を使う時なんですが、4番はもう貝先の中にノズルをスポッとはめて固定した状態でローリングをしていくの時に使います。今回は7番を使用して1層目上からローリングをしていったのですが、4番だと貝先の中に収まるのでローリングに慣れていない人でも綺麗に安定して振りやすいかなと思います。貝先内でトーチを固定したいとき、例えば現場付けで裏波を出すときなどは4番のノズルを使用したりしますが、普段は1番7番を僕は多用しています。7番が一番手元にあるから、ただそれだけの理由です。で、仕上げの時のタングステンの長さを聞かれるのですが、仕上げのタングステンの長さは個人的には結構長めの方がやりやすいです。長めだと前の方を溶かしていけて、短めだと下の方を溶かすことになるのでプールが進みづらい気がするので、だいたいタングステンは少し長めで少し先を溶かしながらローリングで進んでいくというイメージで溶接を普段しています。それとタングステンの長さが長い方がビードが光りやすいというのを言われるのですが、個人的にはどちらでやっても色は変わらなかったです。で、トーチのガスの流量はいつも10ぐらいでやっています。タングステンの太さはいつもちょっと電流少し高めなので 3.2 ミリを使用しています。動画ではなるべく低めで分かりやすいように解説をしているのですが、普段は結構電流がとても高いので 3.2 ミリじゃないとすぐに劣化してしまうので 2.4 ミリのタングステンはあまり使いません。はい、これが最終層を終えたビード外観です。今回回しながらしたということもあり、ある程度は綺麗につけれたかなと思います。ただ普段撮影している時、今度紹介するのですが、とても視界が悪い中で溶接をしていますので、普段より少しビードが不揃いになっています。今回はめちゃくちゃ粗めぐらいではやらずに少し粗めぐらいの溶接ビードでつけてみました。多分このぐらいの粗さがカーボンやる人は一番多いのではないかなと思います。で、手の動きの方はこのような感じでローリングをしていました。スピードもだいたいこれぐらいでやっています。8の字をしっかり描けているのがわかるかなと思うので、このような動きをやってみてください。次は真下から半分までと半分は横付けで試験と同じ感じでカーボンもやった動画を出したいと思います。なのでその時は良ければ視聴してみてください。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画ではこのように溶接の参考動画を出していますので、よければチャンネル登録の方もお願いします。で、コメントなどもありましたら YouTube のコメント欄の方にご記入ください。返信を気づき次第すぐにしたいと思うのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。